今のこの川の状況はですね、ちょうど台風後の、増水した後の方で少し水位も高くて、やっぱりちょっとね、苔がほとんど飛んじゃって残り垢狙いという状況になっています。流れの緩いところなら少し糸を緩めて自然におとりを泳がせるというやり方で、まあ、流れの速いそういう残り垢のポイントはやっぱり糸を張った状態で少しおとりにテンションをかけて止めたり引き上げていったりする釣りが有効だと思います。もうね、今9月後半で時期が時期なので、もう終盤に差し掛かっているので、やっぱりね、追いの方がそれほど鮎の活性の方が低いので、もうバンバン、一匹釣れてもバンバン次から次へとかかるという状態じゃないので、いきなり最初からそういう強いテンションで引くと、まあ、おとりの弱りも早いので良くないと思うんですが、まあ、最初はじりじりとゆっくり優しく引き上げるような感じで釣った方がいいと思います。残り垢の方がちょっと普通の竿ではね、届かないところに結構残っているので、両ヘチとかに、ヘチの方に残っているので、やっぱりこういう長い竿で、その赤残りのポイントを、普通の竿では届かない赤残りのポイントを狙えるというのが、ポイントだと思います。天井糸の方はこれはシマノのフロロカーボンの完成品の天井糸です。竿が10メーターなんでね、僕水中糸が5メーターなんで、天井糸の方も5メーターです。そしてまだ今回来た、水中糸の方がこれはシマノのメタキング2の00、これは8号です。5メートル。で、花川周りの方は僕はワンピースでフロロカーボンの 0.85 を45センチ取っています。で、花冠の方がシマノの色付き花冠の 6.5 号で、背張りの方が脱着式背張り、これはここが2センチ5ミリのやつですね。はい、掛け針の方はですね、シマノのこれは竜の爪 8.5 号3本以下で容器を扱っていきます。今掛け針をセットしましたが、この余分なカットした糸の方は川には絶対に捨てないように、マナーケースの方に捨てましょう。頼むよ。逆にこの時期は養殖の方がいい時もあるでね、秋はやっぱ養殖の方が白いので。よし、背張りをセットして、はい、ではこの背方の方から、ちょっと鏡の背方からやってきます。ちょっと背方といってもね、押しがちょっと強いので、竿を寝かして、おとりの方に少しテンションをかけて泳ぎの手助けをしてあげるような形で、ちょっとまだ朝なんでね、静かになるべくおとりに無理をかけないように、今優しく鼻を、少し鼻にテンションをかけて、おとりの鼻にテンションをかけて、おとりが流されないように手助けをしてあげてるという感じです。やっぱこの FW 調子なんでね、先の方が、ソフトに作ってあるので、とてもおとりが川底に入りやすいし安定しやすいですね。普通10メートルですとこうやって竿を寝かしてるとね、もう疲れるんですが、これはさすが FW 調子だな。軽いです。残り垢はね、本当はもうちょっと、対岸側です。対岸側の方がちょっと濃い石が見えてるんですが、ちょっとまず手前の方から、今残り垢と、少し白っぽい川底のところの境界ぐらいをやってます。もうちょっと対岸のヘチの方をやってみます。赤が残ってる方に、やっぱりね、10メーターなんで、これ9メーターだったら全然あそこまで届いてません。これもあと1メートルも中に入れないもんね、ちょっと深くて、まあ、こういうところもやっぱり糸を張った状態で、ちょっと押しが強いので、これ泳がせているとね、
根がかりの原因になるので、今ちょうどゼロテンションぐらいですね。張らず緩めずぐらいで、 FW の穂先が2番ぐらいが少し曲がるぐらいですかね。これで反応を待って、やっぱりおとりにテンションをかけた状態だと、のわりの反応もよくわかるし、おとりの動きもよくわかるので、少し越してテンションをかけて、こうやって待つ釣りを止めて待つ釣りをやると、やっておとりの、のわりの反応を待つと、いいと思います。お、ちょっと釣れたね。今ちょっと当たり弱いので、これちょっとバレるかもしれない。おお、よしよしよしよっしゃ、大きいかな。ちょっとかかれとか悪いよ多分。おお、口だ。よしよしよしとりあえず天然おとりを確保です。20センチぐらいかな。ああ、綺麗なメスナユだ。やっぱ10メートルでのこの1匹ですね。10メートルならではの1匹がこれ釣れたっていう感じです。ここね、川足今立ってるとこちょっと小石なんでね、なかなか立つのが大変なんで、立っているのが。はい、ではまた今波立ちに入れました。やっぱりまだ残り赤ですね。お、今反応があったね。反応がありましたね。今ちょっと下に下がった。ちょっと今釣れたばかりでね、おとりがのわゆで元気なので、さっきよりは少し若干テンションを抜いた感じで今釣っています。目印の位置はこれは5メートルぐらいの位置です。今水中糸が5メートルなんで、一番上の方に今目印持ってきてあります。で、竿はこうしてベタ竿で糸を張った状態で、糸に少しだけテンションをかけて、で、のわゆが周りに近づいてくると、少しコツとかコンとか、そういう、感触が手に伝わってくるので、それがあの反応というやつです。なんか反応あったね今。お、来た来た、よしよし、今前当たりからの、おっしゃっしゃー、おー、いいぞ、あっしゃ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 、うぅーやりましたいい手がかりです、これは。これは最高の理想的なかかり方やったね。最高ですはい、この2023年の、発売のこの10メートルのなぎなたスペシャル、島のスペシャルなぎなたというこの10メートルの竿なんですが、この竿はね、こういう今ちょうど今ね、あの残り垢狙いで遠くを釣らなくてはいけないという状態なんで、こういう釣りとか、あと広い背方とかで泳がせて遠くを釣るとか、そういう釣りに向いた、この10メートルの竿です。で、この10メートルの竿は FW 調子になっていて、H2.6 と、オールマイティに使える、調子になっています。この10メートルの方は、実は9メートルの方にも、変えれることができて、普通9メートルにそういう変えれる竿というのは、この元竿の方の袴というのがよくついてるんですが、これの場合は元竿の袴ではなくて、元から一つ上のパーツを交換することによって9メートルに変えれるというシステムで、それがレングススイッチシステムといって、そういう元紙を変えて9メーターにするという、そういうシステムになっています。
ちょっと新赤パターン、新赤っぽいちょっとところからやってみます。ちょっと鮎が見えるんでね、群れ鮎かな、やってみよう。とりあえずよし、ではここから背方やっていきます。ちょっと流れが緩いのでね、テンションはちょっと抜いて釣ってます。竿は寝てるんですが、泳がせ気味に今水中では少しおばせができて自由におとりが泳いでいる感じですね。今ちょっと反応があったけど釣れなかったね。おばせを軽く作って、そのおばせをキープするような感じで、おとりが上流に泳いだら自分も同じように竿を上流に上げてあげて、もしかしたらこの石の明るい苔の新赤でも釣れるかもしれないので一応やってます。釣れそうだけどね、鮎はたまに見える。こうして少しずつ、おー来たね、よし来た来た、おー来たね、よしよしよし、釣れたよ。大きいかな、ちょっと小さいけど、よしよし、あーちょっと小さいね、やっぱあの群れ鮎だったかな、ちょっと白っぽい鮎です。まあ OK としましょう。これぐらいの鮎を、糸が太いのでおとりにして竿を立てるとね、やっぱり流されちゃって根がかりとかエビとかの原因になっちゃうので、少しやっぱこれはまた竿を寝かして泳ぎを助けてあげる釣りをやるか、あるいは小さい重りをね 0.5 号とか、そういう小さい重りをつけてやるといいかもしれません。たまに反応あるね。おお来たやら、よし来たね、かかりましたよ。どうだ、大きいかな、ほほほ、よく引くね。ちょっとかかるとこ悪いかな。よっしゃ、お、まあまあだよ、よっしゃ、いいやつやん、いいやつやん、いいやつですね。おー、いいやつだ、いいやつだ、こんないいやつおるんだ、このトロバで。よし、やっぱこれさっきから反応が出ていたのでね、コツコツと反応が出ていたので、そこで待っていたら釣れましたね。これはいいわ、遠くまで届くで、これ楽ちんだ。はい、また同じように竿をベタ竿にして糸を張った状態でおとりの泳ぎを助けてあげて、また今いいおとりだったんでね、そんなにあのテンションはかけないように、さっきより若干また鳥のこのテンションは少し緩めで、張らず緩めずぐらいで自由にさせたり、少し鼻を引っ張ったりとか、ね、たまりませんね、この流れでかかるとね、いいやつがかかると。これはしっかりとための効く竿なんでね、こういう背方で釣っていても竿を乗されて下流の方に持ってかれるっていうのが少ないんでね、やっぱりこういう背で釣る場合はある程度ための効く竿ではないと厳しいですね。もちろんね、これ FW なんでね、あの縦竿で、トロバで泳がせとか、そういうこともできるオールマイティな竿だと思います。ちょっと1日これ使っているとね、10メートル、10メートルっていうのを忘れるあの感覚になります。これやっぱ多分軽いのでそう思えるんだと思うんですが、10メートルっていうのをちょっと忘れちゃうね、本当こうやって釣ってると。まあこれはレングススイッチシステムで9メートルにも変えれるので、普段あの9メートルを使いながらこういう増水して残り赤狙いの時に10メートルに変えるという
そういう使い方もできます。場所を変わりますか。よし、ではちょっとね、今右岸川やってたので、これからちょっと左岸川もちょっとやってみようかな。よし来たよ、よっしゃ、よっしゃー、おるやんか、こんなとこでも。よっしゃー、やりー、おー、いいやつだよ、結構。よしよし、いいやつです。ちょっと石の色が薄かったんでね、どうかなと思ったけど、この対岸のヘチの方の残り赤をいいね、やっぱ長いと竿が余裕で届きます。おー来たね、やっぱり、やっぱ来そうなとこにおるね、口だ、うっしゃよしよし、おー、いいやつだよ。ちょっとかかりとこ悪かったけどね。よしよし、こう苔がついてきたらまた釣れるようになるよね、もっと。よし、ちょっとおとり弱いかな、ちょっと今おとり交換してないので。よっしゃ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 、よっしゃはははめっちゃいくじゃん、いいぞ、よし、これは手がかりだよ。ふぅ、おー、でかいのか、あー、割れたあー、ちょっと時間かけすぎたかちょっとおとり行こうか。そうですね、やっぱり感度のいい竿はね、竿の方が当然いいし、もう前当たりが取れる取れないで釣果は断然変わってくると思いますね。まあ、釣果も変わるし、その鮎釣りのその楽しみの方も全然変わってくると思います。ちょっと今コツッとあったよ、反応が。おーおお、来たね、よし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 、これはおとりもでかいのでね、無理は禁物。よし、ちょっと流れの緩いとこ持ってきて、そしてとりゃダンと、よっしゃおー、これもいいやつやね。ちょっともうちょっと苔の赤のついてるような、来たね、いきなり入れた瞬間に来た、ちっちゃいかな、よし、お、いいか、いいね、よっしゃいい手がかり